はい、どうも。うわ、すごい。動画を待ったら緊張した。最高。ちょっとよくわかんない電車でやってますけど、いや、もう今日5時間しか寝てないんですよ。いやー、その、自慢じゃなくて、あと4時間寝たいって話をしようと思ってたんですけど、なんかね、はい、もうあなた寝れませんっていう感じの目のゴロゴロ具合になっちゃって、起きちゃって変なテンションになってます。はい、どうも。いやー、ちょっと動画を久しぶりにね、投稿してね。いつぶりだと、こう、かゆ、かんゆ。ちょっと待って。イヤホン一応つけとこう。めちゃくちゃ、一歩間違えれば、クイーンの Don't Stop Me Now が、Don't Stop Me Now。絶対違う。絶対違うよ、その言い方は。が流れてしまう状況で、著作権のパワーによってやられてしまう。俺が。俺の積み上げてきたものが全て崩れ去ってしまう。頭かゆ。何これ。びっくりした。いや、びっくりしてないのにびっくりしたっていうのやめろ。うん。嘘はついちゃいけないからね。2月11日から17で2週間と、汚な、3週間。3週間だよ、みんな。どんどん俺の投稿期間が伸びていくよ。いいの？良くないよね。だから俺は頑張ります。みんなが、あがいてどうにかできるものじゃないんでね。俺が頑張るしかないんですよね。だからいっぱいね、喋れる時間があったら喋っていこうかなと思いますけど、いやーねー、もうね、面白い人たちと絡むには、そのツイッターで面白いことできなきゃダメなわけよ。いや、これっていうのは決めつけてるわけじゃなくて、俺の場合はってことで、今ネタツイッターはさ、面白いんですけど、ネタツイートで面白いツイートできないとね、やっぱね、交流できないわけよ。むずいんですよ。でも俺の動画ってめちゃくちゃ面白いけど、みんな YouTuber 嫌いなんですよ。まあ、それ、YouTuber 嫌いなやつはそんなね、すごい面白いやつじゃないんですけど。YouTube が嫌いとか言ってるやつはそんな面白いやつじゃないんで。まあ、そんなやついないと思いますけどね。まあ、YouTube 見てても芸人さん見るよとか言ってね。けど、俺の動画見てほしいな。本当に。でも、伝わるわけないんだよな。ここにたどり着かないんだから。そういう人がたどり着くのって、本当に俺が有名になってから、結構有名になってから1、2年経ってようやく、あ、もっと早めに見ておけばよかったな、みたいに思うタイプの人たちだと思うんで、そういう人たちは。でもね、誰が見てるかわかんないっていうのは、ちょっと怖いってわけじゃなくて、嫌だなって思う。いや、単純にね、あの人見てくれたんだって、まあ、鬱陶しいけどね、俺みたいなやつにね、その見ましたって報告するのってリスキーすぎるんですよ。なんでかって、俺めちゃくちゃ鬱陶しいから。めちゃくちゃ鬱陶しい人間にね、見ましたよって言ったらもうね、すごい、末代まで言われるよね、なんか。あの時ありがとうございます。ありがとうございます。ありますってね。俺は嬉しくて、そういう専用の雑談をしちゃうからね。そういうのちょっとよくわかんないですけど、でも俺がやりたいことだから、しょうがないね。俺は楽しくやってるので。やっぱ楽しくやらないとみんなも見てくれないんで、まあ、楽しく、俺がやって、いかにそう、面白い雑談が完成できるかって話なんで、っていうか、ああ、もう最悪だな。今日すごいエンジンの調子がいいのに、親帰ってくんじゃん。今日早いから。ふざけんなよ。超調子いいんだよ、今日。もう、やっぱタイミングが悪いんだよな。明日になったらこんな元気なわけないもん。親も今日行くけど、どうせ寝るもん、俺。クソかよ。もう、俺は運がついてないな。だから一人暮らししないといけないな。で、一人暮らししたらめちゃくちゃ怖いな。一人暮らし。一人暮らし怖すぎるな。なんか。いやー、その、ちり神さんのサバ缶との名前募集しますっていっぱいやったんですけどね。いやー、すごいんですよ。みんな面白いけど、その、自分のブランドを売りにしてきてるのが強いなって思って。自分というブランドをこうやっていくよっていうのと、あと普通に俺が全然関係ないっていう、ちり神っていう人がいてね。まあ、紙に、なんですけど、俺全、なんか、全体的にティッシュで行こうとしてる。まあ、ティッシュなんですけど。まあ、一応ね。あ、もう俺がやっていこうかな。
おでんガジガジ男、鼻水の天敵、おしっこ侍&小便師匠、オートロック式ティッシュ、電動ティッシュ、合金ティッシュ、パンダ、重複艇ダブル、超複艇ダブルかな、詰めごろ、殺気ティッシュ、殺気ティッシュ、ティッシュグミ、ティッシュグミって似たようなのを聞いたことあるな。俺はパンダではありません。これが重神さんのやつで。んで、こう、俺はパンダではありませんって言われてね。なんだパンダではありませんって。パンダって。言ったら、パンダどうですかって言ってんのに、パンダではありませんってなんだろうな。いや、でもパンダって言われる方がびっくりするんだよな。似たようなのを聞いたことあるな。ティッシュグミってものがこのように存在するんですね。で、おでんガジガジティッシュの天敵&オートロック式電動合金艇パンダ。繰り返します。おでんガジガジティッシュの天敵&オートロック式電動合金艇パンダを採用するということでよろしいでしょうか。違いますと返ってきましたね。わかりました。一応こいつを置いておきますって言って、小便艇おしっこ置いてたら持って帰れって怒られちゃって。申し訳ございません。さっさと。かっこ、持って帰っていく音。ポケットから何かが落ちた音。合金詰め師匠&殺気グミティッシュ艇パンダブル。とっとと帰ってほしいなと帰ってきて、最後のあがきですって言って、手引き、幻のオメガ線、炭火焼き木炭、炭火焼きティッシュ、砂糖の塩焼き、砂糖の塩焼き、塩焼きティッシュ、塩焼きの塩焼き、ロンドンブーツ、ゴーゴー&ゴーゴー。握力かける体重かけるスピード足すティッシュイコール破壊力、手刀艇チョップ、油田ジャブジャブ男こと石油王、イエティに偽装したティッシュゴリラ。これまあすごい、なんか焼きにはまらないでくださいボツです。まあ俺に興味がないからこんなそっけない感じなんですけどね。俺が好きなのは、まあイエティに偽装したティッシュゴリラっていうのはいいと思うんですけど、偽装したってことは違うじゃない。イエティの親戚ティッシュゴリラ、もしくはイエティにウリ二つなティッシュゴリラ。あれあれイエティじゃん、あれティッシュゴリラかよみたいなネタツイートが出ると思うんですけどね。まあ、油田ジャブジャブ男こと石油王っていうのはね、おでんツンツン男、油田ジャブジャブ男こと石油王って、ね、男限定なんだね。うん、まあそこはちょっともっと広い目線で見てほしいですけど。まあ、ロンドンブーツ、ゴーゴー&5号っていうのマジで意味がない。 あの人たち多分1号と2号だよね。全然関係ないじゃん、怖っ。でもやっぱりね、塩焼きティッシュ塩焼きの塩焼きっていうのは、まあ確かによくあるフォーマットでも俺は好きなんですけどね。まあティッシュにとらわれすぎ、まあ塩焼き連鎖がね、まあ、炭火焼き木炭とかね、砂糖の塩焼き、砂糖の塩焼きとか、塩焼きが嫌いなのかなこの人。俺は塩焼きティッシュ塩焼きの塩焼きはすごいいいと思ったんですけど、まああとティッシュゴリラね。うん、ティッシュゴリラいいよね。体毛が全部ティッシュっていう、白いティッシュっていう、すごいいい生物だとは思ったんですけど、やっぱり説明が足りなかったかなと思ってます。やっぱりそのなんか誰かが言ってたんですよ、そのネタを解説するのが一番つまんないからって言うんですけど、俺はなんかそれあえてやりたくてっていうか、そのもうなんかこれをやってる時っていうのはもう面白い面白くないじゃないんですよ。ただ喋りたいからやってるっていうか、あ、これで喋りのネタが増えるなって思っちゃって、喋りのネタじゃなくて、あ、俺が喋れる理屈ができるっていう感じで俺はいつも解説しちゃうんで、あんま面白い面白くないとか考えてないし、何こいつ解説したいんだよっていう、そのなんだろうな、初回限定の笑いなんですよねこれは。うん、だってその2回目1個やってて、あ、はいはいはい、うるさいな、うるさいな、うるさいなってなるだけじゃないですか。初回限定の笑いではないですけど、まあ3回目くらいに笑い言ってくる、じわじわ聞いてくる何かみたいな、ボディーブローって言ってそうになったけど、ボディーブローはじわじわ聞いてこないんでね。まあじわじわ聞いてくる毒みたいなね、直接的だな、毒、じわじわ聞いてくる毒みたいな、それが毒なんだよ。じわじわ聞いてくるから毒なのにね、何を今更じわじわ聞いてくる毒って言ってんだろうね。うん、まあ即効性の毒とかもあるだろうけどさ。あ、最近まるまるパーセントっていうか、まあまあまあパーセント、あ誰かがやってる、誰かがやってた、テレビの誰かがやってた、まあまるまるパーセント雑談って言ってるんですけど、まるまるパーセントのまるまるは適当なんで、あの気にしなくていいです、あれは。
そうだよね。このね、あの意外にメガネに反射したものが画面に映ったら困るな。メガネってそう思うと不便だな。なんか住所書いてるもんあるから、ね、絶対なんかあって嫌だな。そんなもん部屋に置かないでほしい。ああ、ありそうありそう。嫌だな。普通にありそうだった。まあね、面白いね、おしゃべり。でも眠いね。でもこの眠いのとおしゃべりがいいんです。やっぱ一人暮らしでもできないもんな。一人暮らし怖すぎて。犬がめちゃくちゃ吠えたんですよ今日。怖えなと思ったけど、俺それで起こされたからめちゃくちゃ頭きてるけどに、俺がね、まあまあじゃんって言ってね、あんま名前は言いたくないっていうかね、言いたくないんで言わないですけど、うんじゃんって言って、一人泣き止んだんですよ。いや、お前のなんだろうな、その、あの、吠える姿勢っていうか、吠える気持ち、吠える意気込みってその程度なのって、俺が、うんじゃん、やめてって言った程度で終わっちゃうんだって思って、でもね、俺がちっちゃい頃とかにね、うるせえって言って、あの、おかしい時期とかあってね、キレてるんですよ、俺。はぁーって言って。本当にこれやっちゃってね、恐怖政治みたいなことしてるんだよ。本当なんか、犬飼ってる人たち最低なんですよね、俺。ね、でもうるさいんですもん。うん、うるせえってやって、その恐怖政治です、これは。うん、ダメです。俺もダメだなって思うんで、本当にダメだと思います、俺は。まあ、その影響で、うわーって言ったらね、黙っちゃって。いや、やめろよって。いや、もし何か危険があったとして、やめろよって言ったくらいで、やめていいレベルの危険なのってなっちゃうじゃん。何か異常を察知して吠えてるんなら、いいけど、ただ吠えてるだけっていうね。ただうさはらしに吠えてるだけっていう。かまってほしいから吠えてやるだけっていうのは、まあ、単純にしつけがなってないっていう。しつけむずすぎるもんな。なんか、そんなん言われても。まあ、しつけ大変だねということで。すげえむずいね。普通になんか、でもこんなこと言うとなんかいろいろ言われちゃうからね。ペットのなんちゃらかんちゃらです。うるせえなって思っちゃうよね。普通にそれは。普通にうるさいじゃん、それは。そのなんか、誰かが、まあ炎上というかギャグなのかわかんないですけど、まあなんか VTuber がね、うるせえなバーカみたいなこと言ってたんですけど、俺いいと思うんですけどね。うん。まあ、それを機にめちゃくちゃその人有名になってるんですけど、面白いなって思っちゃって、いいな、すごい有名になってるって思って、うるせえバーカって言ったっていいじゃんね。でもあれ死ねって脅迫になっちゃうのかな、死ねって言われたら。でも、うん、でも一人ずつこれ言うのめんどくさいんだよな。でもなんか俺は、めちゃくちゃなんか言われてるからさ、困っちゃうよね。うん、体かゆいからやめちゃおうかな。うん、あーいえー掘ってんだ歌っちゃった歌っちゃったの舞低評価つけられてんの面白すぎだろなあ。面白くね、俺の動画に低評価ついてんの。まあ、みんなが追いついてないだけっていうね。常に自分を肯定し続けるスタイルあんま良くないと思うんですけど、まあね、一個なんか動画公開してない動画あるんですけど、これはなんだろう、自分用の動画なんで、俺がただすげえ笑ってる動画なんですけど、よくよく見たらめちゃくちゃキモくてびっくりしちゃいました。うわ、気持ち悪いって思って。やっぱ俺キモいんだなって思って。ちょっと傷ついちゃった。自分で見てね。うわ、キモいな俺って思って。うわ、ダメじゃんって。ダメなキモさだって思って。いてて。あー、眠い。眠いから、親が帰ってくるのも嫌だし、この辺にしちゃおうかな。とか言って、親、そんな早く帰ってこなかったら。まあいいや。眠いし。いやー、眠いんだよな。すごい眠いんすよ。なんか寝ちゃうんですよ。いや、ツイキャスしてやるって思った日、熱で、風邪になったの嫌だったな。でも今日もなんか、頭痛がするわ。風邪になりそう。それ嫌だな。普通に今日はツイキャスして自己顕示欲を補充したいっていうかね。補充したいっていうか、普通にみんなと話したいんだよ、俺は。
自己顕示欲というか、わーっていいなっていう、そのフォロワー内もしくはフォローしてる人に見てきてほしいのにね。ただ喋りたいだけなんですけど、まあ、なかなかできないね。夜喋りづらいけどね、まあ、お父さんだからいいか。お父さん耳あんま良くない。いやそういうのはあんま言うの良くないかっていう風潮。何いいじゃん。うん、俺だって何が良くないかな。何が良くない、どこだろうな。あ、目悪いもんね。普通に眼鏡かけてるからね。しっかりと視力が落ちてってるんですよ。やっぱね、これ、まあ、前のライブ行った時にね、この眼鏡つけてて、俺最強の眼鏡って言ってね、めっちゃ度数が強いから、度が強いから、最強なんだぜって言ったら、行って見に行ったらめちゃくちゃくっきり見えてね、最高って思ってたんですけど、普通に最近のライブ行ったら、そんなだった。うるさ。うわ、股間かゆ。びっくりした。じゃ、バイバーイ。なんでそれ。